松山市港町4丁目のギャラリーリブアートで縁作り手女子3人展が開かれています。これはさまざまな縁があって知り合った作り手女子3人が今本格的に熱中しているものをそれぞれ持ち寄り、分野の垣根を越えて可愛いものをより多くの人に知ってもらおうと今回初めて行われたものです。会場には泉奈穂さんが作った手まり草木染めのアクセサリーや陶芸家の岡田千恵さんが作ったお皿やマグカップ、お財布作家の片山道夫さんが作った色とりどりのがま口財布など合わせておよそ300点近くが展示販売されています。私と、片山道夫ちゃんがお友達、ね、で、うん、で私と奈穂ちゃんが、もともとお友達だったん で3人で一緒に作ってるもののテイストも似てるからちょっと一緒にやろうよっていうんで集まりました。はい、私は陶芸家で、陶芸を日々作って、こういう、リアルっていうんですか、販売会とか、で売るって感じですかね。今回は縁展っていうことで、その縁をちょっと題材に考えて、使えるけど飾っても飾れるよみたいな作品をちょっと初めて作りました。私は、革の、ガマ口とか、比較製品レザーアイテムを作ってるんですけど、普段はオンライン、それこそインターネットで販売をしています。でたまに、そういうふうにポップアップショップっていうか、催事って、イベントでこういう感じで出店したりもするんですけど、ほぼネットで販売してます。今回はちょっとこんな感じで、個展ということで、いつもだったらちょっと作れないな、ちょっと手がすごいかかる、手の込んだ、作品、色合わせとかもちょっとその一般的なというよりは、私がもう作ってみたいなって思うような、自由に心と手を動かして作ったがま口を、いくつか個展用に作っています。普段は東京でお店エンネシテっていう名前のお店を、していて、で、カフェとあとは草木染めの、ラボ、草木染めをする場所で草木染めの糸とか布を染めています。であとは手まりは月に 2,3 回ワークショップをお店で開いたり、あとは大阪とか長野県の松本でもワークショップをしています。草木染めの糸をもう全部自然の素材でしか染めてないんですけども、それを2種類ほぼ全色持ってきました。それとあとは手まりを馴染みのないものだと思うので、シンプルな手まりをとか、で完成している手まりとか、あとは手まりを作るキットをお持ちしました。あとはこの3人の異素材の世界なのに何か共通項があって、でこう好きなことがあるとこうやって世界が広がるんだなっていうことも感じてもらえたら嬉しいです。この展示会は1月30日まで松山市港町4丁目のギャラリーリブアートで開かれています。